北海道太郎郡の一太屋倉郡は北海道檜山市町にあった郡。1879年に行政区画として発足した当時の郡域は工藤郡世田名町の一部にあたる。江戸時代、太郎郡域は和人地となる。正木派によって太郎場所が開かれていた。陸上交通は都道国から手塩国増家郡への途上であったが、 南の久遠郡へは、大田山が難所となって陸路が途絶えており、安政年間に、江差市の商人鈴鹿人衛門と津軽の商人、正木や昌兵らが死費を当時席内から、大田山を経て、ラルイ市までの十二里の大田山道を改作し通年の陸路での移動を可能とした。江戸時代後期の文化四年太郎群一期は、天で落とされたものの、文政四年には、一旦、正木藩のもとに戻された。 また、軍内の古大初心者は、文政十年よりも前の創建である。安政二年再び天領となり、津軽藩が警護を行った。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲し、太谷倉軍が置かれた。北海道1.2級町村政止工事の太谷倉軍の町村、ありがとうございます。